アキナじゃ敵なしだったのに。うん、やっぱすげえや。アズミ、気にすんなよ。俺も八号だったんだしさ。いや、車の差じゃない。この人はきっと速くなる。そんな予感がしたからバトルしようと思った。覚えておく。よう、八六の兄ちゃん。ずいぶんと古っちい天禄乗ってんだな。この妙義に来て走ってるってことは、俺たちナイトキッズに喧嘩売ってるのと同じだぜ。何ビビってんだよ。取って食いやしねえぜ。あるルールでバトルだね。ただ車を走らせるだけじゃつまんねえから、片手をステアリングから離さないようにバトル。FF 有利っていうのが常識なんだ。ちなみにこのルールで負けたのは一度だけ。あいつだけは。それでどうだい兄ちゃん、自慢の86で限界バトルをよ。知らせてやるぜ。まあいい、どうせこのバトルは俺の勝ちだ。とんでもない食わせ物だぜ。なぜこれほどすごいテクニックを持ってるんだ。テクニックを持ってんだ。なぜこれほどすごいテクニックを持ってんだ。最速だったろ。
本当に何かが違う。